川上隆一は、日本のプロレスラー。第2本プロレス所属。2008年に第2本プロレスへ入団。12月4日、横浜にぎわい座大会での VS、関本大輔戦でデビュー。2009年6月9日の D ダッシュで、佐々木大輔と組んでの VS、関本、佐々木義人戦で MVP を獲得。 2010年2月13日の大会より、ヘビー級7番勝負を実施する。川上の霊勝7敗となった。2011年5月15日の、全日本プロレス校楽園、ホール大会に、関本、岡林に続くストロング BJ 第3の選手として参戦し、真田翔昌也、ソヤ学、中野上康文と対戦、真田のタイガースープレックスホールドの前に敗れた。 全日本プロレース7月18日後楽園ホール大会に再び参戦しパートナーの岡林が中の上からホールを奪い勝利し雪辱を果たす2012年の一気当選ストロングクライムに参戦中3月の試合で左膝を痛め年内いっぱい休養となったが2013年に1月14日の北千住大会でのエキシビジョンマッチより復帰し6月に 初開催された第2本のストロングトーナメント、ライジングで優勝。9月には、天竜プロジェクトのリーグ戦、広陵、R で優勝した。2015年8月に再び左膝を負傷し、当初は、軽度の人体損傷と診断されたが10月の、復帰戦で再発。本人の希望により11月の天竜源一郎、最終工業に出場した後手術を行い、 2016年の夏頃まで休養。両国大会の関本大輔とのシングルマッチにて復帰。トランザム隆一2016年9月8日、バサラ北沢大会にトランザム隆一として参戦。以降も同団体にはトランザム隆一名義で参戦。2017年8月24日に新規バファーストリングで行われたユニオンマックス選手権試合では、 久保友情と防衛戦を行った。中盤から徹底して、隆一の左膝を狙いき、追い込んだ久保であったが届かず。18分49秒で片が固めに仕留めて、第8代王者として3度目の防衛に成功。2018年7月12日のバサラ、新宿フェイス大会において、名前が、隆一で被っていた、関根隆一と敗者が、 リュウジになる解名マッチで対戦した結果、敗れたためトランザムリュウジとなる。既婚者、一児の父である。ファンレターがきっかけで結婚に至る。2019年5月5日、横浜文化体育館大会にて、菊田和美とのタッグで、アジアタック王座を体感、川上隆一トランザム竜一大日本プロレス。 天竜プロジェクトプロレスリングバサラ全日本プロレス、新潟プロレスマルティプルプリグレッシング、BJW ミュージックファイルに収録週刊プロレス2017年9月13日号、PP56。ありがとうございます。